ムフギムバトビチアリエフは、ロシア連邦ダゲスタン共和国の政治家、大統領などを歴任。アバール人。1964から1966年、ダゲスタン大学のコムソモール委員会初期、後に哲学部の大学院生。1969年から、コムソモールマハチから市委員会第一初期。1972年から、 ソ連共産党マハチからソビエト地区委員会第一、初期。1985年、ソ連共産党ダゲスタン州委員会等組織、人事業務課主任に任命。1990から1991年、ソ連共産党ダゲスタン州委員会第一初期。1991年12月21日から、ダゲスタン最高会議副議長。1992年から、 ダゲスタン経済会議議長。1994年7月、ダゲスタン最高会議議長に選出。1995年3月、ダゲスタン共和国人民会議大議員、後にその議長に選出。1996年1月、連邦会議議員となり、連邦会議国際問題委員会副委員長に任命。2006年2月20日、大統領として承認。 一期務め、2010年2月20日に退任した。ダゲスタン自治ソビエト社会主義共和国、フンザフチクタヌシ村出身。最大、二次を有する。1962年、ダゲスタン大学哲学部を卒業。哲学科学準博士。四等、祖国に対する貢献勲章、労働赤旗勲章、名誉希章勲章を授与。ありがとうございます。